写真拡大、セーブ、ソフトバンク1日メットライフ。西武の佐藤龍の内野手が1日のソフトバンク戦メットライフに9番3塁でスタメン出場し、3回に一時逆転となる左翼線への2塁打を放ってプロ初打点をマークした。2点を追う2回石市、3塁で打席に入った金水優が右膝の内側に支給を受け担架で退場するアクシデントがあったが、ベンチ裏で治療を行いそのまま出場を続けた。満塁から木村の右ひで1点を返すと、続く佐藤が3ボール1ストライクから大竹のストレートを捉え左翼線に運ぶ2塁打。一塁走者の金水優が激走し逆転のホームを踏んだ。7日のロッテ戦、ZOZO マリン以来2度目のスタメン出場となった佐藤。嬉しいプロ初打点が一時逆転のタイムリーとなり、スタメンで起用していただいたので後悔しないように、とにかく思いっきり行こうと打席に入りました。タイムリーになってよかったですと声を弾ませた。西武はその後、先発の松本剛が3回に上林の敵地打を浴びるなど3点を失い逆転を許したが、その直後にメヒアの荻比などで同点。さらに西満塁の佐藤が勝ち越しの遊撃内野安打、ホークス今宮のエラーも重なり2点が入った。安藤かなみ、かなみ安藤。